ちょっと待って、どう、うわ、待って、ちょっと、まさかの魔女すぎやろ。何も気づかんかった、バチっても見えんし。あ、これ終わったな。夢魔女っていたわりあんなに遅かったっけ。え、あんなに遅かった、いたわり。ここは強いな、強いけど2枚1枚でも使ったらちょっときつい。実質負けかな。あ、そうか、赤だから見えるのか。今日、結構待ちしますね。え、未来逆転ってあれじゃないですか、フクロウを3回か2回か使ったとかじゃなかったっけ。よろしくお願いしますね。今日やってる人ウルフさんしかいない。ピュッて落ちてくるかもしれない。怖い。オッケー。あー、こっち地下じゃない、小屋地下だ、小屋地下。あ、ウニさんか。オフェンスバンしないんだ。誰が狙われてる？調香師？戻れる、ナイス。飛んでくる可能性でかいけど、ここやったら美味しいかな。気絶ナイス。待って、解読機ダッシュ。割れ窓を温存して。これね。
あーミスったなー、今引っかかったね。死ぬかな。力瞬間で OK。 よし、勝ったんじゃない。うん、多分あとはもう修理せんでいいっしょ。まあ修理一応もらっとくか。いや場所がいい、場所がいい、めちゃくちゃいい。どこだ、北側か。ハッチないかな、地下室向こうか。さあどうしよう。俺んところおるん。義士がやられた。どうだ、どこ行こっか。先に行く。ああ、どっちでも空いてるってことか。まあでもこっちでも行けるっしょ。救助行けそうやぞ、あれ。勝ったー。全逃げだ。一応最近動画のネタ少ないから動画化しとこうかな。あー、解読のデータか。あー、そうかね。6大解読してましたよね。いや、傭兵も寸止め完了って言ってたから間違いないでしょ。だからもし傭兵が もし救助に成功しとったら勝っとったかもしれんですね。モンハンめっちゃハマった。遅いよー。悪くないな。リッパーやろ多分。うん、来てる。あ、これオフェンスと思って諦めるかもしれん。うん、諦めたね。オッケーオッケーオッケー。マシャル黙れ。ランクマしろよ。
ナイス。おーし、いいね。この初動は辛いぞ、リッパー。いや、葵さん、うめえ。誰のサブだよ。ああ、無理か。でも、いい感じに解読機終わってる。うまっ。いやー、あいつマジで薬決めてやがるわ。かっこいいわ、ラプランさん。次は解読機引き継ぎ。うん、オッケー。そっちかね。どっちを手伝えばいい？向こう行こうか。興奮。今興奮吐いたからでかいんじゃ。そっち行けるか。先手必勝。無理か。オッケー。どうしよう。義士が行く？どっちが行く？俺が行く？いや、やりよるな。俺がじゃない。そう、今の判定おかしいよね、絶対ね。磁石の判定。オッケー。興奮やから多分いけるっしょ。来とるな。よし、大丈夫大丈夫。やめろよ。